皆さんこんにちは、ビーレジェンド染田です。大変お待たせいたしました。大人気だったビーレジェンドドラゴンボールカメハメハ風味がお客様からのご要望にお応えして数量限定で復活となりました。前回はね、ブロリーであったり、悟空とベジータっていう形でね、3人映ってたパッケージだった。まあ、あちらもね、かなり大好評だったんですけれども、今回リニューアルしたパッケージ見てください、こちら。もう悟空がね、完全にカメハメハを溜めている。そして見てください、この筋肉のライン、美しいですよね。でもかっこいいっすよね、悟空やっぱり。いやー、めちゃくちゃテンションが上がっておりますが、こちらのね、パッケージも今回のね、一つの目玉になってるんじゃないでしょうか。僕、まさしくドラゴンボールね、世代だったんでね、かなりテンションが上がっております。こちらのね、カメハメハ風味のね、また中にバッチに入っているね、悟空もまた違う形になってますんでね、ぜひね、手に入れて、近くでね、確認してみてください。めっちゃかっこいいです。で、味はね、カメハメハ風味ってなってるんですけれども、一体ね、どんな味になっているのか、早速飲んでね、レビューしていきたいと思います。お買い求めいただくと、まあ、こちらのね、赤い袋に入った、あの、大スプーンが付属してまいります。で、こちらにね、パウダーを、あの、ちょうどすり切って入れていただくと、しっかりね、30g 計量できるようになっておりまして、これをね、水で溶いて飲んでいただくことで、あの、しっかりタンパク質がね、20g 取れるっていう設計になっておりますんでね、このスプーンぜひご活用ください。じゃあ早速ね、入れて飲んでいきましょう。開封したいと思います。よいしょ。お、懐かしい匂いがします。パウダーの色はこんな感じですね。通常のね、パウダーより、黄色みがかってますよね。ご覧いただけますかね。もっとね、通常のパウダーって白いんですけど、このね、カメハメハ風味は黄色くなってますね。一体ね、どんな味になってるんでしょうか。パウダーも、サラサラしてる印象がありますね。結構ね、フレーバーによって、ね、しっとりしてたりする違いがあったりするんですけど、カメハメハ風味はサラサラしてる印象です。で、裏面の方にはね、シェイカーの方に、水 150ml から 300mg でお好みの量で飲んでくださいっていう形で書いてるんですけれども、まあ、自分はね、いつも 200ml ぐらいが好きなんで、あのシェイカーのメモリのね、200の線まで入れてきております。この辺はね、お客様のね、味の好みで調整してみてください。一回飲んでね、ちょっと自分にはね、濃いかなと思う時はね、水の量を増やしてあげたり、自分にはちょっと薄いって感じるんであれば水の量を減らしてあげたりすることで味をね、調整できますんでね、ぜひ調整して飲んでみてください。じゃあ入れていきます。はい、すり切っていっぱい入れていきます。よいしょ。色が、おお、色が黄色く変わりましたね。スーパーサイヤ人の髪の毛の色のような色に変わりました。泡立ちもね、ダマもできずにね、綺麗に溶けておりますね。じゃあちょっと早速ね、開封してね、飲んでいきたいと思います。よいしょ。おー、もうこのね、匂いで何の味なのかっていうのが分かってしまうぐらい主張している。うん、すごい酸味の感じが強いですね。美味しそうですね。それでは、ちょっと皆さん一足先にいただきます。うまい、懐かしい。あ、やっぱり僕はこのフレーバーが好きですね。で、ちょっとここまで引っ張ってしまって申し訳ありません。カメハメハ風味ですけれども、こちらエナジードリンク風味になっております。エナジードリンク風味といっても炭酸とかはね、入ってないんですけれども、どんなね、味に近いかって言ったら、まあ、あの、なんていうかね、茶色い瓶に入ってて、こうカツを入れたい時に飲むような、あのドリンクの味にね、近いですね。
この味すごい好きなんですよね。本当に各飲料メーカーさんが出してるこういう系のね、あのフレーバーのジュースが大好きでよく飲むんですけど、まあ、そのね感じに近いで、個人的にはこれプロテインなんですけど、あんまりねミルク感を感じないんですよね。ほんとさっぱりとね、そのエナジードリンクの風味がねうまく再現できてて、個人的にはかなり飲みやすいなという印象です。ですんでね、うちのフレーバーで言ったら結構酸味系のね中にね分類されるフレーバーになってるかと思います。まあ、本当にね第1弾で、ね、販売した時カメハメハ風味って本当たくさんの人に飲んでいただいて、まあ、今回こういった形で要望をいただいたので数量限定で再販という形になります。数にはねちょっと限りがありますのでね、ぜひねお早めにこちらのね悟空の限定パッケージを手に入れて、こちらのねカメハメハ風味を飲んでいただければと思います。でこちらのね栄養成分表示なんですけれども、1食 29g あたり、エネルギー 113.4kcal、 タンパク質が 20.2g、 脂質 1.0g、 炭水化物 5.4g、 食塩相当量 0.1g、 ビタミン C40.5mg、 ビタミン B6 が 1.1mg、 そしてクエン酸がね 1450mg 取れる形となっております。商品のねこちら詳細につきましては、こちら動画のね概要欄の方に貼っておきますんで、そちらの方からねぜひ商品ページに飛んでチェックしてみてください。これからねあったかくなってくるのでね、こういったねさっぱりとしたねフレーバーがねかなり飲みやすくなってくる時期になるかと思います。数量限定となりますので、ぜひお早めに試してみてください。ぜひね悟空と一緒にねトレーニングなんかも頑張れるかと思いますんでね、ぜひ手に入れてください。また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。